はい、皆さんこんにちは。今回はですね、 Zoos from all around the world ってことで、はい、世界中の動物園をやっていきたいと思います。はい、今からですね、 Google マップのストリートビュー上のある動物園に落とされまして、それがどこの動物園なのかを一歩も動かずに特定していこうかなと思います。さあ、早速やっていきましょう。はい、まずはこちらの動物園ですね。はい、これですね、ブラックプール動物園。さあ、キリンとかね、ゴリラとかいっぱいいますが、はい、さあ、この動物園がどこにあるのか。ふん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 。はい、まあ、これはですね、そうですね、まずナンバープレート、車のナンバープレートからして、はい、横長の細いね、ナンバープレートなので、ヨーロッパかなって思うんですが、青ストライプがないのが気になりますね。で、あとですね、後ろがですね、黄色いんですよ。はい。なので、これはイギリスのナンバープレートなので、イギリスの動物園なんじゃないかなと思います。はい。そうですね、じゃあ、ブラックプールズー探します？いやー、でもかなり厳しいですね、それは。なので、イギリスの動物園、ちょっと、探してみますか。大都市中心にね、探してみましょう。ブラックプール動物園。いやー、ないよねー、でも。ロンドン動物園はあるけど。まあ、かなり、厳しいですね、これは。トロピカルワールド。違うなぁ。こういう風に、動物園はわりかしね、結構あんまりズームしなくても見えることが多いので、まあ、もしかしたらね、うまくいけば見つかるかもしんないですが、エディンバラ動物園。グラスゴーは？いやー、ないですね。なさそう。はい。まあ、動物園ね、いろいろ見たんですが、いや、なさそうですね。はい。なので、まあ、真ん中ら辺に置いていこうかなと思います。はい。あ、ブラックプールってこれ地名なんだ。へえ。マジか。しかも結構な、でかくないこれ。知らなかった、これ。へえ。ブラックプールってこれ地名なんだ。うわー、これは痛いな。へえ、ちょっとかっこいいしね。覚えておこうかな。マンチェスターのとリバープールの近くなんだね。これはちょっとやらかしましたね。はい。痛い失点です。さあ、続いて行ってみましょう。はい、この動物園がどこかですね。はい、これはもう園内って感じですね。さあ、園内だけど動物がいないね。残念。見れないな。はい、ただ、富士フィルムと書いてあるので、日本ですかこれ。で、自販機もあるんですよね。日本しかないんですよね、こういう自販機って基本的には。日本っぽいっすね、これ。いやー、日本の動物園はもう、山ほどあるんでね、全然わかんないですね。ただ、京都市って見えませんこれ。京都市動物園って見えますね。ほんとかな？京都市動物園あるのかな？植物園はあるけど。京都市動物園。どうだろう？いやー、京都に見えるんだけどな、これ。違う？京都って書いてるよね。京都市動物園。さあ、あるんでしょうか。ないな。京都市動物園。これは？ゴルフ場。まあ、こういう風に結構、
緑になってることが多いと思うんですが、これ植物園だもんね。これは違う。これも違う。これは？違うね。いやー、京都市じゃないのか？いや、悔しいな。これ京都市だよね。京都市動物公園かな、なんか動物園の、なんか動物園かな、これ動物公園わかんない。いや、あると思うんだけどな。いや、これちょっと探したいですよね。はい、ちょっとじゃあ探してみようと思います。あ、はい、あ、京都市動物園ありましたね。おー、よかった。あー、結構時間かかった。はい、さあ見つかりましたが、場所まではわからんかな、これ。はい、そうですね、これ結構難しそうですね。北側に、難しいこれ。いやー、道があっても結構交差してる場所、ここら辺かな。ここかこっちかのどっちかだと思う。水っぽくないからこっちなんじゃない？どうだろう、サルワールド。わかんない。もしかしたらこっちかもしれないけど。はい、とりあえず行ってみます。オッケー。まあ全然違ったけど、なんとか5000取れた。よかった。こっちか。はい、ということで、はい、まず、2問目は5000点取れましたね。はい、さあということで3問目行ってみましょう。はい、これは動物園じゃないけど大丈夫？どこが動物園なのこれ。全然動物園じゃないじゃん。え？おい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 、動物園じゃないけど、ただスピードリミットってあるんでアメリカですねこれ。いやー、ナンバープレート見ていきたいが、前あり。で、かなり寒そうですねこれ。北の方だと思います。ワシントンとかかな。で、海っぽいのが見えるね、東側に。ここか、ここら辺とかかな。向こう側に陸もあるしね。いやー、動物園じゃないじゃんこれ。どこが動物園なのこれ。シアトルとかに動物園あったりする？シアトル動物園みたいな、あったらそこの近く置いてみようかな。ないかな、シアトル動物園みたいな。あ、ウッドランドパーク動物園あるわ。ここ置いてみようかな。なんか湖あるし。他にはないよね、動物園。あ、ここにもある。こっちじゃないか。はい。まあ、わかんないですけど、まずそもそもシアトルの保証がゼロですね。はい。ただ、わかんないんで置いてきまーす。はい。わー、シアトルじゃなかったけど、アメリカではありましたね。はい。イエローストーン国立公園のところ。マジか。いや、これは難しかったですね。はい。さあ、続いていってみましょう。はい。これは、さあ、どこだろう、これ。まあこれは完全に園内って感じですね。で、動物はいるのかな？あ、なんか鳥みたいのがいますね。はい、ということで、この動物園なんですが、いやー、厳しいな。
言語はただ書いてないかな、言語。あー、ロックとか書いてあるから、英語っぽいっすけどね。厳しいな、これ。いやー、わかんない、これだけじゃ。英語か。ただ、そうですね、白人が、方が非常に多いので、アメリカとかだ、カナダだったら、まあ、黒人の方がもう少しいらっしゃってもいいんじゃないかなという気はします。で、あと気候的にどうだろうな、これ。イギリスはあるかな、どうだろう。イギリスか、まあ、あとオーストラリアとニュージーランドなんですけど、オーストラリア、ニュージーランドの気候じゃないよね、これ。まあ、オーストラリアじゃないな、でも。ニュージーランドはワンチャンあるのかな。ニュージーランドかイギリスな気がします。総合的に判断して。でも、イギリス人っぽくない？いや、適当。なんか金髪の方も多いですよね。ニュージーランドの方って、金髪のイメージないんだよな。もうもはや何を見てゲスしてるのかわからないですが、いやー、じゃあちょっとイギリス行こうかな、直感を信じて。はい、じゃあどうしようか。マンチェスターとかにする？マンチェスター動物園とかないかな、博物館。せめてね、まあ1ミリでも当たる可能性あると思うんで、まあ、動物園には置きたいですよね。ないかな、動物園。近場の動物園探していきましょうか。まあ、この意味のない作業。いやー、まずイギリスという保証がゼロっすね。いやー、そもそも動物園あんの？イギリスに。動物園ない。国なんてないと思うけど。動物園ないな。あ、じゃあこれここにしますか。はい、トロピカルワールド。よくわかんないけど、はい、じゃあこの辺置いてみます。はい、お、よかった。でもイギリスではありましたね。おお、推測は合ってたということか。はい、エディンバラ動物園ですね。無理。はい。ただまあ、イギリスは合ってました。よかった。はい。さあ、ということで、ラストの動物園。うわー、うわ、怖えこれは怖い。怖いし、これもうゲス不可能。何これいやー、これは無理っすね。はい。やられましたね、これは。まあ、ワニ？ワニか。ワニが有名なのは、フロリダとか、パッと見、思いつくんですよね。エバーグレイズ国立公園とか。でも動物園じゃないか。フロリダに動物園ない？フロリダ動物園みたいな。があったらそこ置きたいな。ないか。オーランド動物園とかない？植物園か。タンパは？タンパも、あ、ローリーパーク動物園がある。ここにしようかな。はい。体験型の展示がある評判の動物園。わかんないけど、はい。はい、じゃあ行きまーす。インド？はい、答えはですね、ナンダンカタンズーロジカルパークでしたね。はい。いや、無理です。はい。はい、真逆でしたね。はい、ということで、今回、15,566点になりました。はい。いやー、最後の無理だな。
はい、ただですね、まあいろんな動物見れて楽しかったので、はい、また機会があったらやってみようかなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。